あ、こんにちは。こんにちは。こんにちは。大野さんで連日撮って、連日じゃないか続けて撮っております。今日は、どんぐりを、どんぐり、うん、種から生えてきたどんぐりをどういう風に盆栽にしていくか、はい、そんな感じの。なるほど。コナラの木の下がここにあると思ってください。はい。で、どんぐりを巻いて網伏せをしましょうっていうのは、あの前にやって、それはやってあるんですけど、はい、これたまたまね生えてきちゃったやつです。他のものを植えといて何かパラパラって巻いちゃったんでしょうね。だからこれ網伏せしてないんだけど、コナラの木の下にこうやって生えてるのがあったら、うん、山取りっていう形でちょっとね公園かなんかした一本をいただいてきた時にそれを活着させてかっこよくする方法。なるほど。そういう感じで見ていただくと、わかりました、うん、参考になるかなと思います。で、いっぱい生えてますよね。で、とりあえずこれ、どんぐりね、根っこがすごく直根が出るんですよ。これ去年巻いたやつかな。去年じゃなくて、一昨年じゃないかな、こんなになってから。あの、去年取ったやつはまだ網伏せの状態で、はいはい、さっき見た感じ、うん、あれが去年取ってすぐ巻いたやつですね、はいはい。これはもうその状態じゃなくて1年経っちゃって、はい、林の中だとこんなのが、これは曲がってますね、綺麗にね。これ曲がってます。これはまっすぐじゃないですが、自然に曲ができるものもありますが、やっぱりほらごぼう根、ごぼう根でしょ、はい、これをどうするかなんですよね、うん、これはあんな鉢に入んないですからね、はい。これを1本こう置いといて、まっすぐなやつより意外とまっすぐなの、意外と曲がってますね。何もしてないんですけどね、これ曲がってますね。だいたい普通の花とかに生えてたら、あ、これも曲がある。優秀だ。優秀ですね。こんな、これやっぱり根っここんなでしょ。根っこ太いんですけど、だいたい引っこ抜くとこういう感じになってますよね、うん、もっと長いんですよ。これほら浅いからね、はいはい、曲がっちゃってるだけでね。そうです、この大きい葉っぱの、この辺大きい葉っぱの、いよまっすぐですね、うん、こんな感じ。かすかには曲がりますよ、うんうんうん、こんな感じ。これ葉っぱ大きいでしょう、ね、興奮なんないじゃないですか。まああのどんぐりですから一本一本性質が違いますよ、確かにね、うんうん、だから葉っぱの大小はあるんですが、これをこう、例えばこれ、これね、はい、このまんまだとここがまっすぐじゃないですか、はい、ここに黒い点あるの見えるかな、うん、なんか見えます。映りますか。映ります。これ、目の、目あたりって言うんですけど、うんうん、これ切っちゃうんですね。そんな切りますよ、ピッ、はい、これはいらないのね。こんなら挿し木効きませんからね、取っといても無駄です。で、ここの曲を生かすためにここまでかな、ここまで根っこ取りましょう。ここまでね、こういう状態になりますね。そしたらピッピッとちょっと洗って、根っこの部分少し上に出した方が太いんですよね。コナラの根っこって1年ですごい太るんで、うん、だからもうこれを、これをここでいきます、はい、ぶっつりと、うん、でちょんと、うん、ほとんどなくなる、何にも上も下もない状態にします。これを植え込むわけですけど、もう一つやろうか。これまっすぐだからね、うん、この大きい葉っぱじゃもう形にならないじゃないですか、はい、でこっちの枝枯れてますか、ここで。で、目当たりがこの辺からも出るんですよ。で、うん、今目当たりここにあるんですけど、ここじゃ植えすぎるんでここで切っちゃう、もうこういうのは、うん、言います。で、直根ですからここで切ります。で、ちょんちょんと、こういう状態ね。山鳥とか野原から持ってきた時はどうしてももっと根っこ長いですからね。これなんか曲がってっからね、あれだけど、この根っこはどうしようもないですからね、うん、これも葉っぱかわいいですけど、ここに目当たりあるんでここで切ります、はい、で、これもここで、この辺かな、ここから、ここから根っこ出るから、うん、埋めとけばこんな感じ。すごいな。このくらいやらないと可愛らしいのはできないですよ。で、もう最初の1年生はやっぱり小さいの作る人はこれ、
でもっと大きくしたい人はドバチのこのくらいのでもいいんですけど、はい、うん、何でもいいんですけど、これをこう植えておきます。でこの時に止めないでも動かさなければ、はい、うん、結構深いんでね、深いんで大丈夫です。ちょっと根上がりにしてるみたいな、ちょっとだけね、あのここまで埋まってたわけですからね、うん、出してはありますよ。太いところを出さないと、ここを生かしてくるね。そうですね、あと太いんでね、下の方がね、うん、でこんな感じで、あの引っこ抜けないようにね心配な人はね、縛ってもいいんですけど、よく縛る人いますけどね、はいはい、触んなければそっとしとけば大丈夫です、うん、しょっちゅう持ち上げてなんかしなければね。でこういう風になるわけですね。でこれが1週間後にどうなるかっていうと、ほらこんなに芽が出るんで、これ1週間前にここに1週間です。1週間でこうなります。だいたい今の時期ちゃんとほら芽が吹いてるでしょ、うんうん、でこの時点で植え切ったんで、あちこちから吹くんですよ。だからこれもどこから吹くか予想つかないところありますが、はい、例えばね、今ここで切ったんです。ここ長かったんですよね、はい、ビョーって長かった。こんな感じですね。これはこういう感じだったんです、うんうん、こういうで切りました。そしたらここって出てるんで、はい、さらにね、ここが長すぎると思ったらここで切っときます。そうするとさらに小さくなるんですけどもね、結構吹くんですよ。コナラはすごいです。ここからも出てますし、ここからも出ます。で、ここはあの曲がり角なんで、ここから出ると厄介なんで、こういうのはもう取っちゃった方がいいんですけど、ね、1週間でここまで出ますから、安心してお切りください。なるほど。びっくりしますよ。それで、新しく出た芽っていうのは、やっぱ勢い止まってるんで、大きくならない。葉っぱが小さいと思う。こういう感じでね。これはあの、もともと小さいんですけども、うん、ここまでは大きくならないですよ。これ何年ぐらいですか？これ1年生でしょ。これ1年生、これと同じ。同じです。葉っぱが出る前に豆鉢に入れたので、ちっちゃい、大きくならなかった。だから葉っぱが出ちゃってからの方法だ今のはね。なるほど、うん、出る前に切って、あの上の方切っちゃって、下も切っちゃって、小さい鉢に入れちゃえば、うん、あんまり大きくはならないですよ、葉っぱはね。で大きくなっちゃったらもう今みたいに切る。切るときに、例えばこれ大きいじゃないですか、うん、ね、でこれまあまあこれ間延びしてるからどこでも切れるんですけど、こうやって取っちゃえば、はいはい、あどっかこの辺から出ますから、うん、2番目はそんなに大きくならない。その代わりよく日に当ててください。日陰で育てるとまたサイズ大きくなりますからね、はいはい、ほなら日向の方がちっちゃくなります。これは年に1回ぐらいですか、葉っぱ切れるのって。いや、うちはね、2回ぐらい今切るでしょ、はい、で、ちっちゃくなって、でとたまに大きくなっちゃう場合もあるんですよ、葉っぱがね、うん、はい、例えば雨が続いたとか、はい、あの日照りがあんまりない年とかだと、うん、そうしたら大きくなったらまた切っちゃいます。なるほど、2回ぐらいはいけると。うん、2回は大丈夫ですね。夏前ですね。だから今やったら、だいたい6月ぐらいに大きくなっちゃったら1回切っとけば、あのちっちゃい葉っぱになりますよ。で紅葉がね、綺麗だから、あの春一の葉っぱよりは2番目の方が綺麗に紅葉します。なるほど、葉っぱが傷まないんでね。これをずっと育てていくと、やっぱ肌が来るのかな、どうなってくるんですか。太くなってますよ。で幹も太くなってくる。あ、幹太りますね。だいたい倍ぐらいにはすぐなりますよ。1年で倍ぐらいになります。大きさはだから切ってるから、この程度でとどまる。そうですね。だからここ の枝がね、まっすぐでしょ、はい、ここがね、もう安定したら、まあ針金で曲げるってこともありますが、ここからも吹きますので、さらに切り込めばこの辺から枝が出て、また違う形になりますね。どこで切っても出ます。もっと短くてもいいんですけど、うん、これこの状態でこういう色橋に入れてもいいんですか。大丈夫、うん、根っこがね結構多かったら、根がねこういうふうにごぼう根、さっきみたいに、はい、ごぼう根だった場合はどうしても根っこが少ないから、これだと正鉢に入れると、うん、あのグラグラだから、ある程度深さがないと、なるほど、うん、止めらんないからね、胴巻きしかできないんで、こっちぐらいあれば大丈夫かな、このぐらいあれば入れても問題はないです。
いいですね。もう0円で豆盆栽作れちゃう。そうですね。まあ今の時期あの林があるような公園に行ったらこんなちっちゃいのだったら取っても怒らんない。どうせ除草剤撒いちゃうから、助けてあげてください。助けてあげてください。もみじも同じですよ。そうですよね、うん、もみじもやり方全く同じです。今葉っぱあったら上ピッて切って下もピッて切って挿し木状態で鉢に入れとけば、うん、時期にこうなります。なるほど。ケヤキとかもありますよね、公園とか行ったら。もみじ、ケヤキ、うん、ケヤキね、どんぐり、そう、松もあるか。1年生のうちだったら挿し木みたいにしてあのやると座ができるんですよね。なるほど。種まいた人もやってますけど、ケヤキなんかね、双葉から本葉のこう V の字が出たところで切ってあの根っこを残さないでピッて切ってピッと刺すと、うん、綺麗なあれになります。粘りが作れると、はい、いうことです。こんなところで、はい、簡単なあの話ですが、はい、ぜひお試しください。だけどこれは本当すぐ実践できるし、うん、もう変な話で0円ですよね。はい、種を拾ってきて撒いても0円だし、うんうん、その辺からちょっといただいてきても0円。そうですね。コナラはね、紅葉がねオレンジでね、うん、すっごい綺麗だから。そうですよね、うん、でどんぐり拾ったなら網伏せするのがおすすめかな。やっぱりそうですよ ね, すよね。だいぶ曲がりますからね、うん、でもね網伏せしなくてもこんな曲ついてますからね、これとか、うん、そう、これはね本当に本投げといたやつ、ね、本投げといててもこういうのもできると、うん、皆さんぜひ試してください。おしまい。はい、おしまいです。簡単な講座でした。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。網伏せしたやつですね。別の鉢にいろいろ入ってて、こういう風にぶった切ってやっちゃうんだよね。出てきたやつ、これあれだね、やっと出てきたとこだね。切った後もうあと何日かするとね、かっこよくなるんだけどね。ブツって切ったやつがいいんだな。これが出てればな。ほらほら、こういう風に出るでしょ。こういう風に。そしたらまたさらにここで切っちゃいます。さらに小さくなるんだけど、これをあれでやるんだよ。そうすると、ぶった切ったやつだと。切っちゃっていいんですね。そういうことですよ。切っちゃおうかな、家のやつも。そういうことですよ。曲があってさ、可愛いんだって。こういうのだとさ、ちょっと取っといてもいいかななんて思うけどさ、ビューって伸びちゃってるのあるじゃないですか。うん、だからこういうのも、これ結構長かったんだよ。こんなになってる。ここでほら、芽がこう吹くから。これももう、ここで切るか、ここで切るかする。このサイズだったの、葉っぱが。はいはい、これ、去年、うん。結構ね、面白い木が多いんだよ。去年作ったやつ。そう、そしたらね、ここ日陰だったんで、ここへ、うん、ここ場所が良くなかった。私がほら持てないから移動できなかったらさ、こんなになっちゃって。でっかいの切っちゃうんです。裸にしちゃうの、剥がりで切っちゃうの。でこっからでっから、うん、で切ったらもう日向に置くと、そういうことなんで。これも場所悪いんだから、これもダメ。Thank you.